ヤーコップ・グリム、ヤーコップ・ルート・ビヒカール・グリムは、ドイツの言語学者で、文学者及び法学者。また、ドイツの文献学及び古代史研究の礎をも、築いたと言われる。その生涯と業績は、弟のウィルヘルム・グリムのそれと密接に絡み合っており、その部分については、グリム兄弟の項を参照。ヤーコップ・グリムは、その子供時代を、シュタイナウで過ごした。 彼の父が管理としてその地に赴任したためである。彼は1798年帝ビルヘルムと共にカッセルのリセウムに入学した。1802年彼はマールブルク大学に入学。そこでフリードリ・ヒフォン・サビニーの下で法学を学んだ。彼の法政治の研究とバッハラーの講義により、彼はドイツ語とその文学の歴史的な発展に注意を向けるようになる。サビニーが 1804年中世におけるローマ法の研究のためにパリに赴いたとき、サビニーは後からグリムを彼の地に呼び寄せる。しかし、グリムは間もなく法学の研究に嫌気がさすようになり、書簡でサビニーに自分は間もなくドイツの古い文献の研究にできることなら、生涯を捧げたというつもりでいることを打ち明ける。1805年9月、 カッセルの母のいる実家に戻り、彼は、兵学校に職を得るが、一年と経たないうちにその、職場が解散されることになり、その職を失うことになる。1808年、母親が亡くなった後、彼が家族を養う必要が生じ、ウェスト・ファーレンの国王ジェローム・ボナパルトの下で、図書館員の職を得る。1809年2月には、国家顧問にも任じられた。職務の性格上、 許される余暇を、彼は、古いドイツ語による歯科や、言語の研究に費やした。1806年以降は、弟ビルヘルムと共に、童話の聞き取り調査を行い、それを聖書し、編集した。ヘッセン選定広告の再建と共にグリムは、ジェローム王の指摘と書簡員としての地位を失ったが、それでもなお復帰した、選定校の外交スタッフの中に引き続き地位を与えられた。 1814、15年のウィーン会議では、ヘッセン選定広告の特殊秘書として彼は大いに働き、その後パリでは奪われた芸術品のヘッセンとプロイセンへの返還交渉にも短期間ではあったが関わった。この時期、彼はスラブ語の勉強も始めている。1815年には近い将来文学史や言語学研究に打ち込むため外交官の職を離れた。 その一年後、彼はカッセルの図書館の自席図書館司書となる。弟ビル・ヘルムは、1814年にすでにそこの図書館司書の職に就いていた。1829年主席図書館司書が死去した際、グリム兄弟はその公認に指名されることを期待したが、その願いは叶えられず、二人は新たなポストを探し始める。1830年、ヤコグリムは、 ゲッティンゲン大学から教授での昇平を受ける。ここで彼は1837年ゲッティンゲイ7教授事件に連座し、その地位を奪われ、その地から追放処分を受けることになる。1841年プロイセン国王、フリードリ・ヒビルヘルム4世の招きで、ベルリンに移り、プロイセン学士院の一員に推挙され、ベルリン大学で法学の講義を担当することになる。だが、 彼がゲルマニステンの立場に立ったことにより、学説上対立関係にあったロマニステンの名実ともに中心人物であったし、サビニーと決別を意味することになった。また、1848年のフランクフルト国民議会では議員として名誉席を与えられた。彼はその死に至るまで約20年間ベルリン大学で教鞭を取り、そこでその弟と共に、 ドイツ語辞典の編纂に携わった。これは彼がルターからゲーテに至るまでの著作から集めてきた近代コーチ、ドツ語の語彙のすべてを網羅しようとするものであった。ドイツ語辞典はその膨大さからグリムの死後100年近く経った1961年、冷戦時代の東西領ドイツの協力を得てまで完成したほどである。弟ビルヘルムと共に彼はゲルマンの古典文見学、 ゲルマン語学、そしてドイツ文献学の基礎を築いたと言われる。ドイツの食卓美歌人の歌についてのような論文は、カール・ラフハマンの研究と並んで、中世のドイツ文学の第一級の普及の業績と見なされている。また、ドイツ神話学において、彼は現代に至る比較神話学や民族学の基礎も築いた。ヤーコプ・グリムは、自らの立場を貫徹するためには、 論争や競合する場合には、誹謗も辞さず、鉄刀鉄尾挑戦的で、いかなる場合にも、真正面から渡り合うことを、自らの学問のスタイルとした。ドイツ語の文献学、すなわち、今で言うゲルマン学の創世期の神話には、フリードリヒ・ハインリヒ・ホンデア・ハーゲンとヨーハン・ジ・ジー、ビューシングに対する、いわゆる、学問戦争も含まれる。両兄弟は、 その共同作業の産物であるグリムの子供と家庭の道は前二巻1812年から1815年とドイツ語辞典1838年第一巻1854年によりその名を知られるようになった。ヤーコップグリムは1819年にドイツ語文法を表した。1822年の第二版には長大なオトロンが追加された。 あとに、グリムの法則として知られる、ゲルワン語の死因交代の法則はこのオトロンに記されている。ドイツ語辞典のミノりの子を書き終えて、ヤーコプ・グリムは1863年9月20日に亡くなった。彼は、ベルリン・シェーネベルクの旧姓マティウス墓地の名誉墓地に埋葬された。彼の遺行、並びに、 彼の書き込みのある蔵書の書籍の大部分はベルリン国立図書館に収蔵された。彼の名前にちなんで命名されたヤーゴプグリムスクールがカッセルにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。